はい、どうも高野くもです。今回は3月31日のシャズということで、1965年の3月31日に録音されましたギタリストグラント・グリーンのリーダー作「抱きしめたい」「I want to hold your hand」ビートルズの曲ですね。それを冠したアルバムを紹介したいと思います。ブルーノートレベルですね。これはもう気だるくてまったりいいアルバムですよ。まあメンバー紹介いきましょう。グラント・グリーンがギターで、ハンク・ムブレイがテナーサックスで参加していますね。抜けてるナンバーもありますけどね、曲もありますけどね。あとラリー・ヤングがオルガンで、エルヴィン・ジョーンズがドラムスという4人編成なんですけれどもね。いやー、これはですね、まったり気だるくですね、いい時間を、午後のひとときをこうね、例えば休日とかこうホテルとかのプールサイドとかで人泳ぎして、ああちょっと疲れたななんて言いながら、マティーニだったりとか、ちょっと少なくともビールじゃ絶対ダメですね。コーヒーとかでもダメですね。やっぱりキューバリブレとか、まあ、ラムがいいかな。なんかラムとかウォッカとか、ちょっとアルコール度数きつめのお酒を飲んで、ちょっとまったりぐったりと、うん、いい気分だね、まだまだこれから、夕方はこれからだね、なんて思いながら、こう太陽の日差しを浴びながら、うん、まったり、なんか時間がゆっくり流れていくね、なんて思いながら聞くと、すごくマッチしまくりの演奏なんじゃないかと思います。特にタイトル曲の抱きしめたい、これ最初聞いた時一瞬ビートルズの曲だとは思いませんでしたね。I want to hold your hand ってあるじゃないですか。抱きしめたい、I want to hold your hand。それはすごい元気いっぱいな曲なんですけれども、なんてこれは元気のない演奏なんだと、元気のないというよりまったりした演奏なんだろうと思いましたけれども、これ慣れるとですね、こっちの方が良くなってきちゃうんですよね。なんかね、気だるいんですよ。もう適度に緩くて、ってかかなり緩いんですけれども、やっぱり演奏にはやっぱりきちんとしたバネというか締まりがあるので、もう緩やかに贅沢な時間が過ぎていくなって感じがしますね。特にね、やっぱグラント・グリーンのこのねっとりとしたね、こってりとした語り口のギターが、ものすごくこのアレンジに合ってるんですよ。で、ビートルズの曲をですね、元気いっぱいの曲をこんなにもですね、まったり気だるく弾いてしまう、この節回しっていうのが、まあなんつうんですか、まいったとしか言いようがないですね。まさにこうグラント・グリーンの語り口とまさに合った曲奏というかアレンジだと思います。で、さらにそれをうまく引き立ててるハンク・モブレーの参加いいですね。これハンク・モブレーより元気のあるようなサックスブリブリ吹くようなタイプじゃ絶対アンサンブルのバランス壊してたでしょうね。別にハンク・モブレーが元気のないサックス奏者って言ってるわけじゃないんですけど、まろやかでね、マイルドで穏やかな語り口のハンク・モブレーだからこそ生きるんですよ、こういうタイプの演奏は。もうね、4分3秒目ぐらいのあたりのソロの出だしとかね、いいですよ。特に目立ったキャッチなフレーズ吹いてるわけじゃないんですけど、さりげなく入ってきて、少ない音数でですね、うまい具合に間を生かしながら、熱するでもない、冷めるでもない、でも少しだけ温度が盛り上がって、まろやかな印象的なソロを吹いて、それでまたバトンタッチしていくっていう感じなんですけど、まあ、絶妙な人員配置じゃないですかね。このモブレーの参加めちゃくちゃ効いていますね。で、また同じようにステラバイスターライトもね、星影のステラですか、もうまったりこって、これは夜に聴いた方がいいかもしれませんね。もう相変わらずちょっと酩酊したぐらいな状態で、こう夜景を見ながらですね、あ、今日も一日疲れたななんて言いながら、さあ寝るかなんて、ステラバイスターライトを聴くっていうのもいいかもしれませんしね。個人的には元気な演奏もありまして、スピークローなんかも好きですけどもね、エルヴィンのドラムがもう元気いっぱいっていう感じで、私これに合わせてベース練習してたことありますね。スピークローって曲のベースラインを覚えるために、まあ、ウルター・ビショップ・ジュニアのスピークローとかに合わせてやってたんですけど、もうちょっと早めの曲がないかなと思って探してたらこれがありまして、もうドラムの音だけ聞いてベース弾いてたら絶対ズレちゃうんですよね。エルヴィンのポリディズム恐るべしって感じでですね、聞かないで、あまり聞かないっていうのも不可能なんですけれども、全く聞くことは、聞かないでベース演奏するってことは不可能なんですけれども、適度な気持ちの距離を置きながらひたすら自分のビートを刻んでいくっていうようなスタンスで、
右の方で聞きながら、左の方では自分の方ベースの音に集中させながら、うまく距離を測りながら弾くと、なんとなく最後までなんとなくつかず離れずで あったりもするんですけど、まあ素人の私がやってる練習ですから全然大したことないんですけれども、まあ、とにかくこうエルヴィンの凄さっていうのはですね、ちょっとこうシンコペーションとかためとかドドっていうこうバスドラで前にプッシュするようなすごい複雑な組み合わせの中 で叩かれているので、もう本当の本人の身体感覚がもう大河に表出されているような感じもするので、多分 1,2,3,4,1,2,3,4 って数えては決してないと思うんですね。でエルヴィンのこういうドラムソロに合わせてこう、ね、ベースをCD に合わせて弾こうとすると、やっぱりね、絶対数えちゃダメだなって思う。Don't count feel って感じですよね。数えちゃダメだ、感じるんだ、あの世界で。まあ、これぐらいな感じで、うん、これぐらいの大きな、なんか目の前に大きな円を描いて、この円がぐるりと回るような感じなんだな、みたいな感じで、イメージすると、なんとなくつかず離れずであったりとかもして、そのつかず離れず感覚で、どん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 進んでいく気持ちよさっていうのも、なんかやっぱり不安でハラハラはしますけど楽しいものだななんていうことを教えてくれたのもこのスピークローだったりもしますよね。まあ、もちろんグラント・グリーンのギターのやっぱりコネコネした語り口、ねっとりした語り口もなかなかいいですし、モブレーもハードバップに戻ってるなって感じでいい躍動的な演奏なので、ちょっとこってりしたのばっかり聴いてるとなーって、 I want to hold your hand だったりとか、ステラバイだけだと、あとコルコバード、これもまたなかなかいいんですけれどもね、うん、これも夕方あたり聴くといいかもしれないですね、ワインとか飲みながらね。なんか酒の話ばっかですけどもね、まあしばらく最近尿管結石がまだ排斥されてなくて2週間ほど禁酒しているので、なんか酒が頭に浮かんじゃってるのかななんて、まあどうでもいいんですけども、まあ、そういうまったりした曲ばっかりではなくて、こういうねスピークローのような躍動的な演奏も収録されているので、まあ、バランスのいいこう配列になっている選曲になっているアルバムだと思いますよ。ぜひお試しあれっていう感じですね。まあ、聞いて損はないというか、まあ、買って損のないアルバムだと思いますので、ぜひこうグラント・グリーンの3枚目か4枚目ぐらいには揃えておきたいアルバムですね。ということで、今回はギタリストグラント・グリーンの抱きしめたいというアルバムを紹介させていただきました。1965年3月31日に録音されていますね。ということで、最後までお聞きくださいましてありがとうございました。